久保さん、混合組知らなかったですね。なんか578年続いてるらしいですね。ウィキペディアによると578年、すごいですね。<laughs> はい、578年続く会社ってすごいですね。 なんか世界最高らしいっすね。世界最高世界的にも最も続いてる会社みたいな。うん、だからまあ、その久保さんが言う通り、再生数まあ僕も100ぐらいなんですけど、あの入れ替わってます。間違いなく <laughs>。これはね、入れ替わってますね。うん。そう。だから、あのやっぱね、人の気持ちは変わるんで、 速歌塾で頑張りますっ,つってね最初はその久保さんのところを見てたんだけども途中で離れる人もいるわけですようんだけどこれは面白いことにあのずっと続けてると久保さんまだやってるみたいなね1回ついて離れてぐるぐる回ってあーやっぱどうしようっつってたまたま見たらあれ久保さんまだやってるなみたいなだからね続けてると まあ結果的に戻ってくるっていう場合が結構あまあまあありますね。これはまあ続けてきたから僕も体感したんですけども結構ありますね。ずっと続けてるんで。だから続け、だからライフタイムバリューの前話もしましたけども結局続けてるからみんなやめていくわけなんですよ。みんないなくなるので続けてると結局戻ってくるっていう。でもなんで戻ってくるかっていうとみんな消えてくんで。う そうだから僕はね、なんかその経験から、いろいろ経験から分かったことがあって、特にそのネットの発信、ネットビジネスでこう発信する、ネットで稼ぐみたいな話をやっていくんだったら、続けていけばもう勝てるなっていうのが、この業,この業種、このちっちゃいね、このちっちゃい、すげえちっちゃいんですけど、お金稼ぐ、ネットで稼ぐみたいな業種に関しては、もう本当に続ければ勝てるなっていうのが、あの分かりましたね、分かりました。 だからしかもこれって超差別化で10年続けました20年続けましたってなった場合そのその権威エビデンスっていうのは作れないんですよほとんどいくら稼ぎましたら誰でも作れるんですねであのー、まあ実際にそのなんですかねラム前紹介したそのなんか変なプライスライドの作り方みたいなねダサいスライドのり作り方みたいなそのラムダ研究 だったかなその人が、まあ、YouTube で無料公開してるんですけどもその人プログラムっていうかねアプリ作ったりできる人でそのソースコードをちょっといじるとその証拠画像をねどういうふうにそのなんだできるのかみたいなだからその仮想通貨の儲かってますみたいなやつをじゃあいじってね 100, 100, 100兆円にしますみたいななんかやってるんですけど <laughs> だからそのなんだろうなそういう証拠画像とかそういうやつって いくらででも作れるんですよ誰でもね。誰でも作れます。いじればね。加工できちゃうんですよ。だけど、ずっと続けてきたっていうのは加工できないですね。これは <laughs>。これは真似できないんで。あの、稼ぎました証拠画像は誰でも隠蔽できるけど、続けましたっていうのは隠蔽しようがないんですよ。隠蔽できないですね。まあ、これ結構僕本当最強だなと思いますね。 だからどんだけ、あの、ああのすげえやつらが出てきたとしても、そこは負ける気がしないですね。うん。でも若い子たちはね、すげえ数取ったりとか、あの、そのインフルエンサーみたいな感じ、ばーって派手にやってるかもしれないですけども、でもそこの続けるっていうことをやると、まあ、ある一定の層はね、もう間違いなく取れる。まあ、みんなやめてきますからね。うん、はい。いってらっしゃい。